漂流ごみ専用のごみ箱が設置されたのは、香川県小豆島町の道の駅、小豆島ふるさと村です。ごみ箱は高さ 2.2 メートル、幅 3.5 メートルで、島の子どもたちなどが模様を描いています。一時的な海岸の清掃だけでなく、海を訪れた人が誰でも漂流ごみを捨てられるようにと、公益財団法人の B&G 財団が設置しました。昨日はゴミ箱の設置に合わせて、地元の子どもたちなどおよそ180人が海岸などで漂流ゴミを拾いました。いろんな人がゴミを拾ってあそこに入れてくれて、小豆島がきれいになると思います。海のゴミも少なくなると思うのですごく嬉しいです。B&G 財団は取り組みを通じて、小豆島の海を美しく保つとともに、環境への意識を高めてもらえればと話しています。